はい、じゃあ録画開始します。はい、 BGB200 ノワールバスケットボールグループブレイクですね。はい、30チームランダムです。先に抽選をしてから開封いたします。抽選はこちら出てますね。はい、右側の画面、30チームとお客様のハンドルネームです。各3回ずつ抽選して紐付けしてチームが決定します。今日もちょっと初めての方が参加されてるんで、ちょっと説明しながらいきますね。ではまず先に、こちらチーム、こちらをランダマイザーにかけます。はい、貼り付けました。で、3回抽選いたします。いきます。1 2 3。はい、トップがジャズ、ボトムがティンバーウルブス。はい、こちらに貼り付けます。ティンバーウルブスが一番下なんで分かりやすくなっちゃいましたね。こういう感じです。はい、次にお客様のハンドルネーム、こちらも3回抽選いたします。はい、貼り付けました。いきます。1 2 3。はい、トップがコージ、ボトム UGI で、貼り付けて拡大します。で、店長もちょっと放送させてください。はい、決まりました。じゃあ読み上げましょう。あ、こんばんは、カさん、こんばんは。はい、ジャズ、コージ、ロケッツ S3、 キングス TMY、 ブルズ SHK、グリズリーズ SHK、 マジック3、クリッパーズ×ネッツ RND、 ペリカンズ FKS、 マーベリックスラーメンラプターズ RND、 ニックス KZ、 キート ABC、 セブンティシクサーズ、マット、ウィザーズ YJI ですね。ペイサーズ MMR、 キャバリアーズ OGI、 ナゲッツ KM、 ピストンズ TSK、 バックス OGI、 セルティックス FK、 レイカーズ FKS、 サンダー FK、 スパーズ S3、 ウォーリアーズ FKS、 ブレザーズ GM、 サンズ TSK、 ホークスカツ、ホーネッツ MMR、 ティンバーウルブス YJI となります。はい、まあ、ここ表示出しっぱなしでやりますんで、はい、大丈夫ですね。じゃあ行きましょう。ノワール、一応今回が最後かなと思います。今回次、これと次かな、予告してますけどね。中華王って誰ですか？あ、もう バレバレなんですね、皆さんね。皆さんバレてますよ。このぐらいでいいかな。店長ちっちゃくていい。はい、じゃあこれでいきましょうね。シールドケースです。前回のケースはかなり当たりましたね。今回どうでしょうか。はい、ジェミートワンワン、グッモーニング。ノワールバスケットジャパニーズブレイク。よいしょ。はい、神戸ビーフが今日も3個です。中に霜降りが入ってる。いいです。はい、一応念のために番号振ってきます。じゃあ1箱ずついきましょうね。まずボックス1。
はい、じゃあまずボックスワン、ノアールバスケットボールグループブレイク。はい、1枚目ドラモンドですね。はい、チームはピストンズ、70枚限定の29番ピストンズ。2枚目ビンス・カーターです。グリズリーズだ。10の70です。10の70ブラック&ホワイトのベースです。3枚目貼り付いてる、あ、大丈夫だ。はい、ヨー・ケイジーです。ティンバーウルブスですね。はい、カラーバージョンなのでアセテートになってます。とても多いです。かっこいい。70枚限定の20番。ああ、ジャージナンバー一番違いですけど。かっこいいです。はい。次はパッチが来てます。いらっしゃいませ。ジェームス・エニス。マイアミヒートのパッチ。49の21。マイアミヒート。はい、次も、ルーキーのパッチですね。34の49、スタウスカスです。これはキングスです。あ、タグ来た。選手も多いんじゃないでしょうか。ドレクスラーです。5枚限定4番。ドレクスラーのタグです。IN? 何ですかね ?IL? ブレザーズ。わかんないです。ブレザーズのお客様、おめでとうございます。GM さんです。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、GM さんおめでとうございます。タグパッチ、ドレクスラー。ふぅ、ゴーラーメンっつってますね。自分で言ってどうする。はい、次サインですね。こっからバイロン・スコット、レイカーズ。まあレジェンドですね。7の49です。もう一枚エイドリアン・ダントリー、これはジャズ、6番の49。はい、でまあ当たったら全然嬉しいですね。ジェイソン・キッド。35枚限定の19番です。これはニュージャージー・ネッツ。ネッツ扱いです。まあブルックリン・ネッツね。はい。ネッツは RND さんですね。オンカード。とってもいいです。で、ここでルーキーのオートパッチ。選手はなかなかいいです。ペイトン。マジックス。すごい。これが99の93番マジックですね。マジックはサン様ですね。サン、サンズファンなのどうでしょうか。で、下のベースのルーキー前はフード、ジャズ、62の99で、ジョーダン・クラークソン・レイカーズ、これは紙だけど嬉しい。95の99。しょっぱなタグ来ました。はい。あれ、昨日のに似てる？ワンボックス目でタグ。どうでしょうかね。で、200個目いきます。ボックス2、またドラモンド、
69-70 ね。ベースカード2枚目クリポーです。クリッパーズ32-70クリポーです。3枚目トレイバーク66-70。次パッチです。デング、はい、デングはマイアミヒートです。あ、ブルーズって言いそうになっちゃいました。マイアミヒートです。はい、次はチャイニーズパッチ、ジョシュ・スミス、ヒューストン・ロケッツです。99だけどパッチ入ってます。57番。で次はボブ・ダンドリッチ49-11です。チームはバックス。イエス・クリポー勝さん、クリッパーズ。はい、次はルーキーノートパッチフードですね。なんかエグゼムが故障しちゃったらしいんで、こっちどうでしょうかねはい、56-99で、もう一枚ルーキーノートパッチ、ジョー・ハリス、キャバリアーズ。はい、下が熱い。どうでしょうか、ロバート・オーリー。おお、おお、ロバート・オーリー。はい、43-49レイカーズです。ネクストがおおですはい、誰でしょうか。ジャバリ・パーカーノートパッチ、ジャバリ・パーカー来ました。バックス、バックスのお客様は OGI さんです。おめでとうございます。はい、58-99ジャバリ・パーカー。あ、なるほど、勝さんはクリッパーズとホークスで、ルーキー2枚、1枚目はラビーンの99-54ティンバーウルブス。最後はサンダーですね、40-99となります。2箱目でジャバリ、1箱目でタグ、2箱目ジャバリです。で3箱目です。さあ何が来るか。一応箱1でなんか来てますね。ほい、ボックス3 BGB200 ですね。1枚目はカーメロ3-70ニューヨークニックス。2枚目ノノノノノエルです30-70ノエル、セブティシクサーズ。はい、ラーメンピンチって書いてます3枚目ティム・ダンコンですね、スパーズ10-70。はい、あ、はい、ありがとうございます。4枚目ジャージ、チャイニングニューイヤージャージですね。パッチはないですね。はい、ヒューストンロケッツです。で次はパッチ、デビッド・ロビンソンパッチです。13-25スパーズですね。はい、でこっから3位アギ入れって言うんですか、アグイレズか、ダラス・マーベリックスですね。はい、これが18-49。これはなかなかオートパッチ MCW。 はい、チームはバックス。
なんか来た。はい、次もオートパーチ。コーバーです。コーバーはアトランタ・ホークス。ホークス。来ましたね、ホークス。オートパーチです。4-25。ふぅ。ホークスでオートパーチ引くのはすごいですよ。で、ここで次、マクダーモット。このもう一枚下にありますよね。ここでマクダーモットです。下にあるべき人かもしれないですけどね。はい。シカゴブルーズ。オートパッチ力マクダーモット。で、もう一枚最後にあります。おー、クリッパーズ一発逆転、ブレイクグリフィン、オートパッチです。ファーストナンバー。1-25。勝つさんですよね。おめでとうございます。ブレイクグリフィンのオートパッチ。ちゃんとインクも綺麗に乗ってます。ファーストナンバーです。タグ来て、ジャバリ来て、ブレイクグリフィン、マクダーモット。はい。クリッパーズで、よかった。なかなか勝てないですからね、グループブレイククリッパーズは。はい。ベースの2枚は、バックス。ジャバリ・パーカーですね。04-99。04-99。ラスト。スタウスカスのベースルーキー。56-99。スタウスカスはキングスですね。はい。これで3箱終わりました。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。はい。Thank you very much. ジェミント、Thank you. じゃあ、とりあえず、録画終わりますね。ありがとうございます。Thank you very much. BGB200 のワールドバスケットボールグループプレイ。Thank you.